パリ植物園は、フランスパリ5区の公立植物園。フランス国立自然史博物館の参加。パリモスク、ュシュキャンパス、セーヌ川に囲まれる。ビュフォンハク・ジョルジュル・イルクレルとジャンバティスト・ラマルクの、貢献のもと、現在の敷地に増園された。敷地面積は、約23.5ヘクタール。ジャルダン・デ・プランテ・デ・パリ大陳列館から、 セーヌ川河岸そばのバリュベール広場まで、まっすぐに伸びた大広場がある。そこのフランス式花壇は、プラタナスの小立ちにより縁取られている。4月初旬以降には、花壇は花盛りになる。花の顔ぶれは、定期的に変えられていき、全部で1000種類近くが栽培される。この大広場は、2つの広場に分かれる。そのうちの一方は、大陳列館側にあり、 1890年から1900年までの自然史博物館館長、アルフォンス・ミルン・エドワールの名にちなんだ、ミルン・エドワール広場であり、他方は、セーヌ川川のラマルク広場である。ミルン・エドワール広場の地下には、何十万種類もの動物白士、昆虫、魚類、爬虫類または哺乳類を再編成して示す、ゾーテックがある。この広場の先頭、大陳列館正面には、 ジャンカルリュの手になるビュフォンの聖堂像が建てられている。1990年に作られた、このバラ園の目的は、様々なバラの亜種の研究及び公開である。このバラ園は、鉱物学の先駆者、アユイ神父の名にちなんだ、アユイ工事に沿って植えられている170種類の欧州産のバラから構成されている。バラ園には、フェリクス・サンゼル作の、囚われた、アモールと、 ルイマリー・デュパティ作のウェヌス・ゲニトリクスとの二つの彫像が飾られている。メキシコ音質金属製骨組みの音質三棟が大広場に沿って並んでいる。そのうち次の二棟が公開されている。三番目は、やはり、ロール・ド・フリュリが設計したオーストラリア音質である。この音質は、2004年現在、修理のため向き閉鎖中である。この動物園は、 世界で最も古いものの一つであって、ジャック・アン・リベルナルダンド・サンピエールの提案により、ベルサイユ宮殿の王立動物園、個人所有の動物園及び動物を移転させて、1795年に設立された。本動物園は、もともとは、木材置き場であった5.5ヘクタールの土地に、1100種の動物、哺乳類、爬虫類、鳥類を収容している。 現在の使命は、博物館の他の部門と共同して、猛虎ノーマのような絶滅危惧種を保存することである。また、本動物園には、双眼ルーペで見えてくるような節足動物類を展示する微小動物園や、昇波虫類、両生類、昆虫の展示館もある。アルプス園は、世界中の山岳環境における、 召喚木や草本植物を研究するため1931年に創設された。地下通路によりつながれた二つの区画に2000種以上の植物を有する。本園には18世紀に植物学者セバスチャン・バイアンが植物にも性別があることの証拠としたピスタチオの奥義がある。本学校は18世紀に植物学者 アンドレ・トアンにより設立されたもので、4500種の小漢木及び植物を再編成してある。本学校の目的は、フランスと同程度の井戸において、屋外生育可能な種を合理的な仕方で講習、及び植物学者に提示することである。本学校には、歴史的樹木もある。 博物館の庭園管理担当者により週に一度行われる講座が多数設けられている。古くは王立庭園であったパリ植物園はフランスにおける科学史の要所の一つである。1633年、ギドラ・ブロスの混成により、ルイ13世がパリ郊外の土地を買い上げて王立薬草園を創設した。この薬草園の役割の一つは、 ソルボンヌ大学の科学上の権威に対抗させることだった。その指揮監督は、王の筆頭 G ジャンエロアールに任せられ、管理責任は、ギドラ・ブロスが負った。そこでは、薬理学と植物学との両方の基礎として、役立たせようと、世界中の植物が栽培された。科学、植物及び、動物の解剖学、植物学、そして動物学が、 王国内裁量の学者たちにより抗議された。1640年、薬草園は公開化された。低迷期の後、ジャンバティスト・コルベールが、庭園経営の主導権を握った。植物学者、ギク・レーサン・ファゴンは、科学上の大成功をコルベールに受け合って、自身の周りに、優秀な人材が集めたが、その中には、クリストファ・グラゼル、ジョゼフ・ピトンド・ツルンフォール、 アントワーヌ・ローランド・ジュシュなどがいた。ビューフォンは、1739年に、庭園管理官に任命され、庭園を大きく成長させた。彼は、41年間にわたりその地位で采配を振った。この当時は、クロード・オブリエや、マドレーヌ・フランソワー,ーズ・バスポルトなどの植物画家たちが、植物園付きの画家を務めていた。園内にある日本の桜、 ビュフォンの死の一年後、フランス革命が勃発し、庭園組織に多くの変更を引き起こした。以下は、国民議会の要請により、学者たち自身が起草した、設立文書の冒頭部分である、ルイ・ドバントンにより引き上げられた給与を維持するため、学者たちは、ビュフォンと彼等、博物館の創設者とし、また当時74歳であったドバントンは、 終身官長に任命された。その後の一時期、相当の混迷が引き起こされたが、政府は緊急性のより高い事柄に暴殺されていた。1791年に、ジャック・アン・リベルナルダン・ド・サンピエールが、管理者に任命された。ありがとうございます。